うナにあるハンスハインリヒ15世の破壊し、ハンスハインリヒ15世イフォン、ホッホベルクは、ドイツプロイセンのシュタンデスヘル、実業家。プレスコー、シュレイジエン地方有数の王子主で、鉱山経営により莫大な富を手にした。プレスコー、ハンスハインリヒ11世とその妻のクライスト、伯爵夫人、マリーの間の長男として生まれた。大学卒業後の年に。 プロイセン軍に入隊し、最終的には名誉的な陸軍大佐まで昇進した。その後は外交官となり、ロンドンへの強行特使団に、初期官として随行した。1891年、イギリスの貴族社公会で有名な美人だったメアリー、テレーザ・コーンウォリスイコール・ウェストと結婚し、強行特使団から退き、妻を伴って、実家のフィルステンシュタイン城に戻った。 1907年に父の死に伴い、プレス工業をはじめとする5万ヘクタールもの広大な所用を受け継いだ。所用に含まれる山々には豊かな石炭の交渉があり、しかもその大部分はまだ開発されていなかった。また工業に属する森林地帯は、プレス公爵家が保護、飼育していた希少種のヨーロッパバイソンの生息区域として非常に重要であった。 別の持ち場であるプレス場もフィルステンシュタイン場と共にヨーロッパ中の大貴族や富豪たちが集まる国際的な社交の中心地として有名だった。ハンス・ハインリヒ15世はドイツ皇帝ビルヘルム2世とは親友であり、皇帝は毎年秋になるとプレス公爵家の所領に滞在して狩猟を楽しんだ。また皇帝はプレス公に秘密の外交任務を任せるなどした。 第一次世界大戦中、プレス城は1ヶ月以上もの間皇帝の宿営として使用された。第一次大戦後、プレス校領が属するオーバーシュレージエン地方は、ポーランドに帰属することになった。ハンス・ハイン・リヒ15世は1922年、オーバーシュレージエンの所領全体を、ポーランド政府に売却しようとしたが、失敗に終わった。 ハンスハインリヒはやむなくポーランドの市民権を取得したものの不愉快なポーランドでの生活をが演ぜず何度も外国旅行を。1922年に最初の妻デイジーと離婚した後、1925年1月25日にロンドンにおいてスペイン貴族の第八代アルシコリアル公爵の娘であるクロティルデデシルバイ・ゴンサレスデカンダモと再婚した。 クロティルデとは40歳近い年齢差があったが、これが深刻な家庭内スキャンダルを生むことにつながった。ハンス・ハイン・リヒ15世が戦災との間に設けた3、ナン・ボルコが、若いママ母クロティルデと恋愛関係になったのである。プレスコは1934年にクロティルデとの婚姻を無効とし、クロティルデが自分の息子ボルコと再婚するのを許した。この終文と前後して、 ハンス・ハイン・リヒ15世には家族との別の争いごとが持ち上がった。1932年にプレスコが半身麻痺になると長男のハンス・ハイン・リヒ17世が父から公爵家の財産管理権を奪い取ったのである。ドイツ系少数住民であるプレス公爵家が莫大な財産を経営管理していることはポーランド当局を苛立たせていた。この圧力は結局 プレス公爵家の経営する鉱山会社の滞納税支払いをめぐる訴訟にまで発展した。この裁判は1934年に判決が出され、プレス家の鉱山会社は強制的に国有化された。1937年、プレス公爵家の資産を公用徴収から守ってきたジュネーブ条約の規定が期限切れとなった。公借はポーランド政府の希望に応じて、 財産の一部を国家に引き渡さねばならなくなった。ハンス・ハイン・リヒ15世は旧プレス工領における鉱山領主権を放棄した。鉱山会社の滞納税支払い問題はプレス公爵化がポーランド領内に有する所領の56%を国有化することで帳消しとなった。1938年にハンス・ハイン・リヒ15世が要去ると相続人たちは 父親がまとめて所有していた、鉱山会社その他の経営企業の株券をバラバラに分けてしまった。もっとも、翌1939年には、プレス公爵家はポーランドを追われることになった。最初の妻デイジーとの間に3人の息子を設けた。2番目の妻クロティルデとの間には1男1女を設けた。クロティルデは再婚した次息子のボルコとの間にも1男1女を設けている。 ありがとうございます。